ただいまから、本年2回目の労使協会を開催いたします。本日は、変わろうとする職場をどのように後押しするか、議論してまいりたいと思います。これまでもです、ね、職場懇談会ですとか、支部・カンパニー懇談会で議論させていただきまして、組合員はもっと現場目線で提案していこうよと。 マネジメントはしっかりと優先順位をつけるなど労使で合意し変わり始めている職場もございますしかし一方でまだまだ変わりきれていない職場もあります何が仕事のやり方変革を阻むのかこの場にいる全員で本日は突っ込んだ議論をさせていただきたいと思ってございます職場の中には組織の壁を越えてお客様のために動き出している組合員後押ししてくださるマネジメントの方々もいらっしゃいます例えば アクセルペダルの踏み間違いでトヨタ車にお乗りの方が死亡事故を起こしたニュースを見て自分にできることがあるはずだと CF 本部のメンバーが自身の担当業務の枠を取り払って社内外の方々に掛け合い組織を超えた仲間を募りペダル位置や安全装置の改良を進めるなどこれまでの常識を超えて動き出しています。一方ででこうした職場ばかりではなく 組合員が何かを変えようと上司に相談した際、部内で完結するものは前に進むことが多いものの、部署の守備範囲を超えるものになると、他部署からなぜやるのか、何かあったらどうするのかといった次々と説明を求められ、進みにくいのが実情です組合員の提案に対し、分かるけど、限られた時間でリスクもあるし、 今はやめておこうとそうした上司の反応ではその思いもいつしかくじけ目の前の業務をひたすらこなすだけになるというのも正直なところです。これが繰り返されると若手からは何も変えられない自分と周りを見ても本気で変えようとする先輩上司がほとんどおらず染まりつつある自分にもがっかりすると。 そうした声も聞いており、一部の仲間はトヨタを退職しています。若いエンジニアがたくさん辞めている、もしくは若い人たちがたくさん辞めているということに関して、本当に役員としても申し訳ないというふうに思います。で、いろいろその理由を聞いてみますとですね、あのこんなはずじゃなかったというコメントがあります。あの自分で手を動かして開発の仕事をしたい、ソフトを自分で作りたい、ハードを自分で設計したい。 にもかかわらずトヨタでは調整業務が多いもしくは会議が多いで自分の時間がなかなかないでこのまま年を取ると自分はエンジニアとして全然ダメなその人になってしまうという不安が多くあるようです。かたやですねあのトヨタを離れてどこに行くかというのをいろいろ見ますとですねスタートアップの会社が多いです。 そこではです、ね、一人一人に裁量権が大変多く大きくもたされているようで自由に自分の意見で自分の開発が自分の手でできるとやっぱり役員になっても部長になっても一人一人の社員に寄り添ってです、ね、働き方そのものをやっぱり期待値を聞くという作業をしないとダメじゃないかなということとそれから外の 会社がどういう働き方をしているかっていうのをやっぱり現場に行ってもっともっと我々はが勉強しないといけないなと思っています私からは技術部門の風土についてお伝えさせていただきたいと思います1つ目はカンパニーや部署によってはまだ機能軸での考え方や意識が強いところもあり機能ごとの優先順位が異なるため担当 GM 室長部長役員 と意思決定がずれ込んでいくことがありますそのため技術にいる多くの人たちが早く上の人が決めてくれないかと思うようになっているのではないかと考えています二つ目は失敗が許,な許されない技術の風土ですプロジェクトの日程がタイトすぎる納期で設定されまた一度設定されてしまうと途中で見直すことが相当に難しいです チャレンジしようと提案しても責任取れるのかと言われてし、まうと何も言えなくなることが多いです、す組織をまたいだ挑戦を阻んでいる、あるいは失敗が許されないあの環境になっているということの背景には、実は長くトヨタを支配してきたラインオフ市場主義という考え方であったり、あるいは、えー、間違った自己肯定完結という意識があるんじゃないかなと思います。ラインオフは 一刻も早くお客様に商品を届けるためということで我々の中で仮に決めたものであるのにそれはいい車を作ることが本来の目的なのにいつの間にか日程を守るということが重要事項になっていってしまって他部署に迷惑をかけたくないかけられないかけないようにマネジメントをするというのがマネージャーの意識にどんどんなっていってしまっていつしか日程管理に奔走してしまうと。 いうのが実は実際に起きている現場のマネジメントの意識なんじゃないかなと思いますでそうさせている理由は我々役員にもあって本来の目的っていうのをしっかり共有するというところをもう一回やらなきゃいけないと思います今やらなきゃいけない車作らなきゃいけない車を一緒に本気で作ろうと思ったら今の組織の壁を越えていかないと絶対にできないそれこそが我々の 仕仕事事ででああるし皆さんがやっていいたただきたい仕事であると日程主義っていうのがトヨタはびこってると特に技術部でねでそれが他部署に迷惑をかけたくないからやってるっていうんだけど僕が見てるとねやっぱ事務所の責任にしたくないとかね事務所が足引っ張ったと言われたくないためにそこの上司が無理やり日程を守ろうとする。 10年前の品質問題であの社長のトヨタが公聴会で証言したんですよね、まあ、トヨタは失敗もするし欠陥を発見する時もあるだけど、ね、その時は一度立ち止まってで徹底的に原因を追求し改善をするんだと、えー、嘘をついたりねごまかしたりましてや隠したりすることは絶対にしないそれはしないことがトヨタの伝統であるということがね 10年前あれだけ我々は反省したのにいまだにやはりイケイケどんどんね、えー、事務所はとにかく足を引っ張らないというところにやはり我々特に上司経営人っていうのはもう含めてね価値観を置いてないかなというところはやはりあの反省すべきだと思います。創業期から、まあ、取って いろんなことにチャレンジして失敗してで乗り越えて成長してきたわけなんですよねで自分の担当した時もそうでしたいろいろチャレンジして失敗しましたでもその時上司は掛け合ってくれて進出第一で仕事を止めてで改善をするとでトヨタっていうのはその時に周りの部署はサポートする そういう温かい会社これがトヨタのカルチャーだと思いますし上司は自分のために自分に火の粉が来ないようにチャレンジを阻害するのではなくて思い切ってチャレンジをできるトヨタはそういう会社だというところをこれはもうしっかり再認識してほしいと思います。I was Why did I join Toyota 22 years ago? Because I admired our company, Toyota, for the way that we manage people, for the way that we are close to the gamba, for the way that we are able to have real teamwork and together achieve fantastic results that everybody thought that it will be impossible to do it. Remember the slogan we have now? Start your impossible. When I joined Toyota, I was taught by my, the president of the, uh, the plant, because I was on the shop floor in the plant, that we should develop respect. And within the word respect, there is give the appropriate challenge to the people, give them the power to do things by themselves, support them.

人人いいしかいないそれを20人分くらいの会議になっちゃったりねそ時間取られるでしょうそれを冷静に考えると上からねやっぱやめようと思い切ってあのやってくればいいですからあの心配せずにね。今日のこの2つのテーマを聞いて頭に浮かんだ言葉が3つあります一つはやっぱ「怯え」という言葉と「閉塞感」という言葉と「十派一からげ」というのが今日の2つのテーマに共通しているのかなと。 やはりその上司による自分に対する評価に恐怖感を感じるもしくは怯えを感じている組織にやっぱ未来はなくて閉塞感しかないとでやっぱその原因は2つあって1つは人人からげで人を捉える風土がトヨタにはないかとやっぱ人は一人一人でその人に応じてさっき言った働き方なり 育成の仕方なりというのが本来あるべきところが若干そこが手を抜き始めているのが今のトヨタの大きな原因の一つではないかというのが1点であります。もう2点目は感じたのがあの幹部職の人も組合員の若手の人もそうなんですけども若僕はその変化の時代にそれは違うと思います。 むしろ老い衰え感度の低さ世間とのずれこそが最大の敵であってこれに侵されていないのは誰ですかという問題でしっかりそれにこう侵されずにやっている70歳もいれば30歳でそうなっている人もいればむしろ若手の方が世間と近いというようなこともあれば。 学ぶべきはむしろ若手か,から学ぶべきものだというところもですねあってしかるべきなんです評価する人もされる人もどう評価するのかというトヨタの社内へのメッセージ評価基準というのがこれから極めて重要になるかなというのはこの2つのテーマを聞いて感じました。 賃金制度についてでございます。あの昨年の労使協以降です、ねあの、頑張っている人に報いていこうということにつきましては、あの労使あの、共通の認識ということであの進めているというふうにあの感じております、えー。頑張っても、頑張らなくても、あまり変わらないとか、あるいは評価の反映がです、ね、どうなっているか分からないというようなあの声もです、ね、正直聞いております。 えー、つきましてはあの会社としてはあの賃金制度の改善分のみではなく、えー、根元からすなわち賃金制度維持分の昇給分すべてを含めて、えー、頑張りを反映させるようにですね来年から変えていくべきではないかというふうに考えております。 これはあの頑張っている人にきちんと報いていくということを狙いとしておりましてその時々の頑張りぶりに応じてやるものですからあの当然、少しあの頑張りが当たらない時も挽回すればですね頑張れば挽回できるというような仕組みだというふうに思っております初めに処遇についてですが組合といたしましても組合員が今まで以上に頑張っていこうと。 思,って思い続けていくということは大切だと考えておりまして会社から説明がございました頑張った人がきちんと報われていくということについては同じ思いを持ってございますただ一方でですね変わりきれていない人には奮起を促すという観点についてでございますがそうした組合員に対して 変革を促し、すべての人の力をこれまで以上に引き出すためにはどうしていくべきかという観点につきましては、慎重に考えさせていただきたいと思っておりますその賃金配分をいわゆるにメリハリをつけていくというときに、やはり組合側が懸念しているように、個人個人の評価の透明性とか、公正性をいかに担保するかということが非常に重要になってくると思うんですよね。裏返すと やっい。りその期待値っていうのは2つあると思うんですが仕事のアウトプットとしてのいわゆる期待値それからもう一つはやはりこう人間力とか個人のいわゆる固有技術に対する期待値っていうのがあると思うんですよ。でアウトプットっていうのは、まあ、いろいろ問題があるとしても基本的にはオープンになっている。ところが、 その人の人人持っている人間力とか固有技術力というのがどこまで透明性があるか評価に対してというのがやはり大きな課題だと思うんですよね特に人形系においては現場は分かりますよねこれを組み付けるのにどういう技能が必要だってことが明確なんだけれども1時間に何個できるか生産性明確なんだけど人形系はそこはよく分からない。でじゃあその職場に必要な例えば固有技術とかね 人間力っていうのが項目ごとにきちっと明確になっているかっていうとこれは確か3年4年前にじゃあ能力マップを作りましょうって言ったんだけどなかななかかやられていないねでもそれをやらないとそれぞれに対してどういう期待値を持ってるのかということが一人一人分からないしましてや透明性とかね公正性っていうのが 担保できないんじゃないかと思うんですよねだからもう一度本当にそれが GK ではできないのかメンテナンスが大変だとかいろいろ言われたんですが現場はメンテナンス大変ですよねあのだからそこをもう一度ね考えてもらいたいなと思うんですけどよろしくお願いします私たちはこの日本に働く場を残すことにこだわりその上で処遇につきましては 国内レベル、トップレベルの高い、大変高い水準を維持してきております。このことにつきましては、決して当たり前ではない。率直に申し上げますと、私たちは非常に恵まれていると、改めて認識すべきであると同時に、それにふさわしい実行力、 人間力を兼ね備えているかということを常に自分に問いかけるべきだと思います。会社、職場、すべての皆さんが変わっているとは言い切れない中で今以上に賃金の水準を引き上げることや今回の省への要求にお答えすることで競争力を失ってしまわないか。 支えていただいている各社様にこれからもトヨタと一緒に仕事がしたい、トヨタを応援したいと心から言っていただけるのか、大変懸念,して懸念をしております。昨年の秋の労使協議会では、労使で組合員の皆さんが変わり始めていることを確認しまた、変わっていくことを誓うことができました。 その結果与についいては満額を回答たたしましま西野委員長からは変われない人を人たちを守るのではなく変えていくとのお話がありましたこうしたことを踏まえ労使協議会で議論する中で組合員の皆さんが本当に変わっているのか 会社の変革に向け一緒に取り組むという姿勢を示してくれているのか、そして関係各社様から応援されるのにふさわしいトヨタパーソンとなっているかということなどを確認していきたいと思います。 本日も前回に引き続き、変革を妨げる職場の課題について議論をさせていただきました。 風土や意識、こういったものに関しては、何かこう結論がすぐに出て解決するものではないというふうには思っておりますが、事業、業務、技能といった職種に関係なく、全員が自分ごととしてしっかりと腹に落としながら、自ら考え、行動を変えていく、そういったことが大変重要だというふうに思っております。組合員も 何か言われて変えるということであったりだとかここを変えてくれなければ自分たちは変われないといった受け身の姿勢ではなく一人一人が自ら変わっていくことが重要だというふうに思っております。 本日の議論を各職場レベルで引き続き続取り上げてて進めてまいりたいというふうに思っておりますまたでに変わり始めている人にしっかりと光を当てながら組合としましても組合ならではの働く者同士の横のつながりこういったものを生かしながら自職場以外の外をまた感じていただくそういったこれまでにない枠組みでも引き続きしっかりと取り組みを進めていきたい という,ふうに考えております前回の労使協議会の最後に時期系職場の上司という立場にある皆さんに対して U の視点を持ってほしいということをお伝えしました本日は特に執行役員幹部職の皆さんに対し私が期待をしていることをお話したいと思います組合員の皆さんは上司の判断に従って一生懸命 日々のオペレーションを回しかし、執行役員、幹部職が組合員と同じ目線で一緒になって日々のオペレーションを回していては仕事のやり方が変わることは絶対にありません。今のトヨタの執行役員、幹部職にはあるべき姿ばかりを主張する人が多いような気がしています。それは現実を知らないからであり、 いうの視点が欠けていいるからだと思いますあるべき姿を追求することは大切ですがもっと大切なことはそれを実際の仕事に落とし込むことですいつも申し上げているようにこれからの私たちは現在と過去の仕事をしっかりと遂行しながら未来の仕事もしていかなければなりません特に未来の仕事というのは 回答も前例もない世界になります。この世界では、PDCA の中の Do が特に大切になると思います。Do をしては失敗し、また Do をしては失敗する。執行役員や幹部職が、組合員よりも高い視点に立って、成功するまで Do をし続けることが大切だと思うのです。失敗という財産をどれだけ後輩に、 残してやれるかそれこそが執行役員幹部職の仕事ではないでしょうか機関職の皆さんも同じだと思っております昔から昇格をした時には今の資格よりも2つ上の資格になったらなった意識で仕事をしろとよく言われましたこれは2つ上の目線で仕事をするということで上位資格になるための 準備をさせるととといいうことだと思います昔は課長の2つ上は部長でした取締役の2つ上は専務でした当時は機能別で仕事をすることが当たり前でしたので部長でも専務でも機能の中での話だったと思います今は機関職の2つ上は執行役員です執行役員の2つ上は 社長です今の執行役員は機能のトップではありませんトヨタ全体を見渡し決断をする経営人ですつまり機関職になるということは機能軸ではなく経営の目線で会社全体を見て動くということです皆さんボスとリーダーの違いをご存知でしょうかイギリスの 高級百貨店チェーンの創業者の方の言葉ですそのうちのいくつかをご紹介したいと思いますボスは私というリーダーは我々というボスは失敗の責任を負わせるリーダーは黙って失敗を処理するボスはやり方を胸に秘めるリーダーはやり方を教える ボスは仕事を区域に変えるリーダーは仕事をゲームに変えるボスはやれというリーダーはやろうという今回ボスとリーダーの話をしたのには理由があります先日豊田工業学園の卒業式がありました今年も明るく礼儀正しい鍛え抜かれた若者の姿がありました 本当にトヨタの心構えを体現したような新しいリーダーたちを仲間に迎えることを大変頼もしく思いました一方彼ら彼女らを迎える会社側はどうなっているのだろうかそんなことを考えました機関職以上の皆さんのほとんどはリーダーとして苦労しながらもしっかりやってくれてると思っております しかしながら当たり前のことを当たり前にできない機関職以上の人たちがいるのも現実です本日皆さんから多くの仲間が辞めていること辞めたあと生き生きとしているという話を聞き私は経営トップとして大反省しなければいけないと思いました前回の労使協議でも寺師副社長が 挨拶さえきちんとできていないのが今の GK 職場の現状だと言われていましたこういった基本的な部分が変わらなければ何も始まらないと思います機関職以上の皆さんに対して私が言いたいことは当たり前のことを当たり前にやれる職場を作ってほしいということです朝はきちんと挨拶をする何かをしてもらった時にはありがとうと言える 自分が開催した会議には自分が一番先に行くいつも自分の会社や部署に呼びつけるのではなく相手の会社や部署に行ってみるあるべき姿を追いかける前に今自分たちがライバルに負けてる現実があるならば素直に負けを認める設計図を書く発信するメッセージを作るそういうことをすべて 外部の会社にお任せしてないなか自分たちは、手配と管理、スケジュール管理だけの手配師になっていないかを振り返ってみる、部下や後輩に自分を超えてみろと言える技能が自分自身にあるかどうかを考えてみる、まずはこうした基本的なことから始めるんだと思います。これまで私は組織改正や 人事制度変更のたびに改層を少なくしてまいりました。これは改層を少なくすることにより各ポストの役割や重要性を大きくし各機能の目線ではなくより経営に近い目線で会社を動かしていける人を登用することが狙いでした。それ以上に会社の中に根付いてしまっているもっと偉くなりたいという意識を もっと成長したいという意識に変えていきたいというのが私の思うところでありましたしかし当たり前のことができない組合員の見本にならない機関職の人たちがいるまたそんな人たちが評価をされ上位に上がってしまったこれは私自身の責任だと思っております私自身が この事実にしっかりと向き合い、見本となるべきリーダーを発掘、育てていく、それに向かって努力をしている人をしっかり評価していく会社にしてまいります。ですので、多くの心あるリーダーたちが率先して新しく迎える仲間たちの見本となるような言動を堂々と自信を持ってやってください。それが豊田から 機能のボスをなくしていくことにつながると思っておりますので、ぜひとも協力いただきたいと思います。え最後に、係長担当者として、組合員の時から私と一緒に仕事をしている友山副社長は、私のことを何と呼ぶか、ボスと言ってます。<laughs> しかも、自分が副社長になってから、自分のことはボスと言え、 そしして私のこととは大ボスというようよになりましたただ、えー、またこの右側にいるルロアさんも20年前にトヨタに入ったわけですが、えー、ご自身のポケットの中にはいつも「ドンとプリーズ・ヨボス」「ボスの言うことは聞くな」ということで私の言うことは聞きませんし私のことはボスと言っております。 その現実を皆様にお伝えすることは、今日の議論に対する私の真摯な感謝であります。今日も双方が変革を妨げる職場風土、そして実態、課題について、真摯な話し合いをしてくれたことに対して、感謝申し上げたいと思います。トタイムズで、これは社外の方も見ます。そして、 社内の人も見ますしかしながら、えー、この話し合いを今日フェイストゥーフェイスで聞かれた皆さんが職場の皆さんに正しく正確に臨場感を持ってお伝えいただきたいというふうに思います。